こんにちは、ゼキザップです。今回の動画は5本前から続く新型ダックス ST125 の行動走行インプレ動画のラストとなっております。映像的には高崎からホンダ太田販売までの帰り道になりますんで、まあ、それほど見どころはないので、まあ、動画的にはね、話のネタを持ってきてやっていこうと思います。で、今回の話のネタになるんですが、まあ、新型ダックス125を、まあ、公道で下道310キロツーリングしたので、まあ、いいところ3つと悪いところ3つ、あとロングツーリングとかに使えるのかどうかとかね、まあ、そういった乗った感想をね、上げていければいいかなと思います。早速ですが、新型ダックス125のいいところを挙げていきます。1つ目はパワーがあって上りが速い、2つ目は低重心なので扱いやすい、3つ目は愛着が湧くデザインが最高、まあ、これら3つですね。まあ、パワーがあって上りが速いについてはもう過去の動画で何度も何度も繰り返し言っていますが、本当にスムーズに登っていくんですよね。まあ、それは普段自分が乗ってるのがハンターカブだからっていうのが非常に大きいところではあるんですけど、まあ、原付2種の割には本当によくダックスは登っていくなと思ってます。まあ、ホンダから発売されている 125cc の原付2種5車種、まあ、一覧化してみるとグロム、スーパーカブ、モンキー、ダックス、ハンターカブ、やっぱりダックスの軽量車っていうところが目立つかと思います。で、ダックスはね、パワーも 9.4 馬力ということで、まあ、これだけ軽量な車体であれば、まあ、9.4 馬力あれば非常に力よく走れることがよく分かりました。まあ、逆に普段乗ってるハンターカブね、まあ、一番重くって一番パワーがないんで、そりゃ遅いわなと、こう改めて、ね、まとめてみて気づきました。そして低重心なので扱いやすい点については、まあ、これはまたがってみた方が早いかもしれませんね。まあ、動画上だとなかなか伝えられないところではあるんですけど、重さによってバイクの扱いやすさ非常に変わってくるんですけど、重心が高いと、まあ、なんだかんだ体が持ってかれてね、まあ、倒れそうになったりするんですが、まあ、こうやってね、まあ、出力性はいまいちなダックスなんですが、まあ、それでもね、12インチのホイール で重心が低いんで非常にこうふらつき感なく、小柄なね、女性とかでも扱いやすいバイクなのかなと思いました。で、愛着が湧くデザインが最高については、いや、それは乗った感想じゃないだろうと思うかもしれませんが、まあ、実際ね、いろんなところを見てきて、まあ、写真映えするんですよね、このバイク。なので、まあ、これはツーリング先で写真撮るのが非常に楽しいバイクだなと思いました。それではね、続きましてダックスの悪いところ3つ、こちらを挙げていきます。1つ目は積載力が低い、そして2つ目は小さいので煽られやすい、3つ目は LED ヘッドライトが暗いとなっております。まあ、積載力についてはここで悪い点として挙げるべきなのかはちょっと悩んだんですけど、まあ、そもそもね、ダックス乗る人ってそもそも積載性求めてないとは思うんですが、一応挙げるとしたら、積載力が低いです。まあ、ホンダのね、純正パーツとしてリアキャリアとか、あとはね、アフターパーツメーカーからセンターキャリアやサイドバック出ていますが、まあ、そういうのつけちゃうとせっかくのデザインが崩れるんで、まあ、悩ましいところですよね。ちょっと一旦ここで動画上声が入ります。今時刻が5時25分ですね。まあ、ちょうどいいかもしれないですね。ここから先はおそらくスバル渋滞しているんですが、まあ、ちょうどよく6時ギリギリ返却ですかね。今296キロ走ってるわけですが、そんなに体の疲れはないですね。やっぱ500キロぐらいは使えそうな気がしますね。はい、そんな感じでリアルな声を入れましたが、非常に疲れないバイクなので、ロングツーリングにも使いやすいバイクだと思っております。で、悪い点の続きになりますが、まあ、積載性については、まあ、つけるものは絞った方がいいかなと思います。まあ、サイドバックまでにするんだか、リアキャリアで、まあ、ボックスつけるんだか何なのかっていうね、まあ、ある程度デザインを崩さないような方向性でカスタムしていくのがいいかと思います。で、煽られやすさについては、このバイク非常に煽られます。まあ、普段乗ってるバイクによって煽られやすさの感じ方って違うかと思いますが、まあ、自分の場合ハンターカブでね、まあ、2年間2万キロ乗ってきたわけですが、こんなに煽られたのはダックスが初めてですね。びっくりしました。あ、これが小さいバイクなのかと痛感したんで、これはね、すぐ道を譲る癖はね、つけた方がいいかと思います。で、 LED ヘッドライトの暗さ、まあ、今見てる通りなんですけど、本当に暗いです。まあ、これはホンダの原付2種あるあるではあるんですけど、 LED ヘッドライトだけで夜間のね、まあ、山とかそういったところ走行するのは非常に危ないんで、まあね、早めにフォグライトとかその辺発表されてほしいですよね。ということで、ガソリンも入れて、まあ、これでね、
返却する感じになります。一応今回ホンダ GO というレンタルサービスで、ホンダオート販売からこの DAX はレンタルしております。ちなみにこのハンドルバックですかね、これはハンター株用です。ということでこれでレンタル車両を返して締めとなります。DAX ね、悪いところは3つほど挙げましたが、普通の使い方してる分には煽られやすいっていうところを除けばね、特に欠点ではないかと思いますんで、非常に欲しくなる1台かなと思いました。ただいま帰ってきました。お疲れ様です。いやだいぶ濃厚な1日でした。だいぶ頑張っちゃったね。距離はそんなにいかなかったんですけどね。308。おれ、面白いですね、ダックス。なんか発見あった、発見。いろいろとありました。いい面もあれば、気になる面もあった。気になる面もあった。でも基本的にはいい感じですね。なんかバイク乗ってるなって感じしますよ。裏春馬も登ったんですけど、4速で登っていくんですよ。ちゃんと制限速度。3速使わないっていう。2回。2回もやった。トータル3回ですかね。まあこまごまやってるから、前橋で1回入れてからアタックして、で高崎入れた時に本当にギリギリだったんですよ。でさっきイオンで入れてきて3回。思いのほか渋滞しててやべやべやべって。ああそうだよね、すげえ渋滞してたかんね。今日も寝てないんでしょ。まあ今日3時出発ですからね。だよね。もうどうにかか、おはようダックスの時には何ここにいるみたいな。で自分のハンター株がグリップヒートをつけてもらったようで、はい、出来上がりました。あ、ね、ついてますね、これ見慣れないものが。すごいです。これで冬の最強のアイテム出来上がりました、ね、ちょっとここのね、バーエンドがちょっと社会だったので、取り付けが苦戦したところありましたけど、まあなんとか一度に着きましたからね。助かります。はい、こんな感じでエンジンをかけていただいて、基本はエンジンかけると、オフの状態なんで、1回触っていただくと、はい、5段階中の5。5段階5段階お点滅、点灯が3つなんですけどね、5段階中の5、はい、4、3、あ、若干暗くなるんです、2、1、0、こんな感じでね、はい、若干暗くなります、はい、こんなに暖かい、うわー、やばい、あったかいっすね。そんな感じでね、長きにわたるダックスの動画を見ていただきありがとうございました。今後はね、またこちらのハンターカブでのツーリング動画どんどん出していきますんで、よろしくお願いいたします。ダックスね、非常に欲しくなったんですけど、現状自分まだ家が完成していないので、バイクの置き場もね、何もない状況となっております。なので、しばらくはね、ハンターカブ1台でまた頑張っていきますんで、ロングツーリングから何までね、これ1台で幅広くやっていきます。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。